孫犬は中国語官末期の政治家。字はこういう。青州北海軍の人。三国詩職史に捨てがある。劉備が当県の後を継いで徐州詩となった時、昇兵を受けて十字となった。提言伝によると、同郷の提言が州に推挙したため、当県の推挙で予州詩となった劉備の参謀として使えたとある。 呂布が助手を奪い取ると、劉備に付き従って曹操のもとに身を寄せた。後に、劉備が曹操から離反したとき、紀州の炎紹への使者として派遣された。劉備が炎紹のもとを離れて、慶州の劉表を頼ったときは、美塾と共に劉表への使者として赴いている。劉表は炎紹に対し、炎紹と炎丹の構想について、劉備や、 孫館らと話し合うたびに心を痛めているという内容の手紙を送ったという。214年、劉備が益州を領有すると、十字中郎から平中将軍に昇進し、美塾に次ぐ官与と同等の待遇を受けたが、間もなく死去した。小説、三国支援儀では、当家が臨終時に助手を劉備に譲ることを決めたとき、劉備を補佐する人材として、 孫館を推挙したことになっている。劉備の文館、外交官として、生死以上の活躍を見せるとともに、関羽趙雲超飛の助言役として活躍することもあったように描かれている。三国支援儀よりも古い、三国志平和では、関陽に継ぐ子さんの一人として、劉備の後金軍討伐に従っている描写もある。ありがとうございます。